ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-256 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-256。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-256 は、レンガとゴムからなる複合層構造を持つ、厚さ1メートルの壁により構成された、一辺3メートルの収容室に収容されます。収容室の出入り口は、防音型エアロックを用いて密閉し、出入り口の両脇には、長さ18センチメートルの導電性ロッドが2本設置された状態を維持してください。収容室内は、電磁記録装置及び監視カメラを用いて常時監視してください。収容室への入室及び監視業務は、SCP-256 が周囲に及ぼす影響に対抗するため、外科的処置を受けた上で、別途承認された職員にのみ許可されます。承認された職員のリストは、文書 256B を参照してください。セキュリティクリアランス3以上を持つ職員は、当該リストに記載されていない場合であっても収容室への入室が許可されますが、入室の際は、遮音型イヤホンの着用が義務付けられます。収容室へ入室するすべての職員は、あらゆる電子機器、帯電性を有する金属、導電性物質を自身の体から取り除き、特殊仕様の絶縁、有電性ボディースーツを着用することが義務付けられています。また、当該ボディースーツは、着用前、入室前、退室後のすべての段階において、従前に機能するか否かの確認のため、テーザー銃を用い、相当の電圧をかけるテストが実施されます。現在、電磁記録装置を用いた記録を除き、筆記による記録のみが許可されています。筆記記録に用いる用紙は、財団規格の用紙の使用が許可されますが、筆記器具は非導電性である必要があります。そのため、筆記には収容室内に常備されている、クレヨンを使用するようにしてください。説明。SCP-256 は、2007年3月2日よりサイト76にて収容されています。SCP-256 は、文字盤が印字用アームに接続されず固定されていることを除き、一般的なタイプライターと類似した外見を持つ実体です。ペーパーロールやその他の部品は存在せず、それらが収められているはずの部位には、大型を下2枚の同性円盤が、38センチメートル離れた状態で、左右の両端に内向きに取り付けられています。目視で観測することはできませんが、電磁記録装置を用いた観測では、導電性媒体が存在しない状態であっても、銅板同士の間に相当量の電流の流れが確認されます。前述した、収容室内への持ち込みが禁止されている物品を収容室内に持ち込んだ場合、銅板同士の間を流れる電流はその振幅と電圧を増加させ、最終的にアーク放電を発生させ、対象物品を直撃することになります。そのため、SCP-256 を刺激する可能性を鑑み、収容室の建材には鉄筋が用いられないこととなりました。SCP-256 の筐体内に発電装置は確認されておらず、銅板管を流れる電流及び、指導電流の発生源は現在までに判明していません。銅板管を流れる電流の平均ピーク値が 26% 以上変動したことが確認された場合、特別に許可を与えられた職員を除く全職員は、収容室内から退出することが義務付けられています。この規定に従わない職員は、クリアランスレベルに関わりなく直ちに収容されることとなります。詳細は、文書 256B を参照してください。文書 256B。承認済職員のリストを表示。エージェント76の8947。エージェント76の3465。エージェント76の2456。エージェント76の8638。エージェント76の4634。科学研究員76の2464。科学研究員76の4363。科学研究員76の6521。科学研究員76の3215。極秘。基地指令766の103、個人。アクセスファイル 256B、システム管理者オーバーライド、4498。システム管理者権限に対しオーバーライドが実行された場合、収容プロトコル289が起動することとなります。オーバーライドが実行された場合、その旨は警備部門へと通知され、あなたは拘束されることとなります。現職の基地指令による承認、あるいは中止命令がなされた場合を除き、24時間以内にあなたの収容措置が実行されます。オーバーライドを実行しますか？はい。
セキュリティコードの確認。システム管理者76-4498。システムのオーバーライドが承認されました。基地指令776-1389に権限は付与されていません。24時間のカウントダウンが開始されました。ファイル 256B を開く。承認済み職員のリストを表示。エージェント76-8947。エージェント76-3465。エージェント76-2456。エージェント76-8638。エージェント76-4634。科学研究員76-2464。科学研究員76-4363。科学研究員76-6521。科学研究員76-3215。マリアン・ウォーターズ、民間人。ロバート・ウォーターズ、民間人。ジェームズ・タートル、民間人。基地指令766-103、個人。マリアン・ウォーターズの記録へアクセス。マリアン・ウォーターズ。関連資料は、ファイル MAW1 に記録されています。SCP-256 の母親であると考えられている人物。あなたは3分間、本端末へのアクセスを行っていません。サポートが必要ですか？いいえ。承認。ロベルト・ウォーターズの記録へアクセス。ロベルト・ウォーターズ。関連資料は、ファイル ROW1 に記録されています。SCP-256 の父親であると考えられている人物。ジェームズ・タートルの記録へアクセス。ジェームズ・タートル。関連資料は、ファイル JAT1 に記録されています。SCP-256 の発見者であり、SCP-256 と恋愛関係にあると主張しています。システム管理者権限を76-4498でオーバーライド。オーバーライドが実行された場合、セキュリティ警報 58B が発令されます。実行しますか？はい。セキュリティ警報が発令。警備部隊が派遣されました。256C にアクセス。アクセス拒否。ファイルへのアクセスは、基地指令以上の権限を有する職員に限定されています。256C にアクセス、オーバーライドシステム管理者76-4498。HR76-5974 より、基地指令76-1389へ。トレント将軍、あなたの昇進を公式にお祝いさせていただきます。あなたの前任者の身に起きた悲劇はとても悲しい出来事でしたが、財団で働く以上、仕方のないことでもあります。ところで、ゲルハルト将軍が所持していた、アクセスコード付きの複数の機密記録を調査したところ、SCP-256 に関する非常に驚くべき事実が確認されました。第一に、承認済みリストに記載されている職員には、外科的処置の一切が施されていないこと。彼らは、財団により義務付けられている、標準的な健康診断以上の処置を受けていないことが判明しました。さらに、承認済みリストには、複数の民間人が含まれていること。ゲルハルト将軍が、財団施設の存在を民間人に明かした理由は現在までに判明していません。その後、精神疾患の進行程度や、どの程度まで状況を把握しているのかを確認するため、承認リストに記載されている民間人のもとへ、財団エージェントを派遣し調査を実施しました。調査により得られた情報と、亡くなった将軍が所持していた個人的な記録によると、承認リストに記載されていた民間人は、財団施設をある種の病院であると信じ込まされていたようです。第二に、民間人から得られた情報及び、機密指定されていた紙媒体の資料から得られた情報から推察するに、承認済み職員は、SCP-256 内に、エリザベス・ウォーターズという名の成人女性の精神が、何らかの理由により閉じ込められていると強く信じ込んでおり、亡くなった将軍も同様の認識を示していたようです。基地指令の認識がオブジェクトの影響により歪められたという事実の露見は、当該収容施設全体に不安や混乱を及ぼす影響があるため、承認済みリストに記載されている全職員に対し、現在、秘密裏に監視が継続されています。現時点において、SCP-256 が周囲にどの程度の影響を及ぼすのかが不明であるため、ゲルハルト将軍の就任後に制定された、他の SCP オブジェクトの収容プロトコルや保安規定の全てを、今後、私自身の手により精査していく予定です。第三に、SCP-256 には、報告書内に記載されていない性質が存在すること。まず、電磁記録装置により観測される、SCP-256 が発する電流の振幅と電圧の変動パターンを、オシロスコープに表示した際の波形と、人間の声が示す波形に類似点が確認されています。SCP-256 は、地震が発する電流の振幅や電圧を変動させる際に、未知の方法により音声を出力しているようです。
次に、SCP-256 の異常性に暴露したある職員は、SCP-256 に金属を接近させた際に、自身の体に痛みを感じたとの妄想を記述により記録しています。当該職員は、音声記録装置を誤って収容室内に持ち込んだ際に、SCP-256 の影響に暴露し、その妄想の影響は、数日間継続した後に消失したようです。影響から脱した職員は、後に SCP-256 を殺すところだったと証言しています。言うまでもありませんが、SCP-256 に関するセキュリティ上の制約により、私はこれらの記録を公に肯定も否定もできませんが、個人的な意見を言わせてもらうと、私は彼らの証言を信用していません。将軍、彼らが行っている行為は、端的に言ってしまうと隠蔽工作ということになります。そのため、関係する全職員に対し、即時懲戒処分を行うことをお勧めします。また、SCP-256 がどのような方法により発電を行っているのかについての研究の実施を推奨します。研究職員が、遮音に関する手順を遵守している限りにおいて、聴覚を介した暴露は防止可能であることが判明しており、少女が死にかけた際、SCP-256 が発する電力量は低下しておらず、より導電性の高い物質を用いることにより、SCP-256 に関する危険性を、半永久的に抑制することも可能かもしれません。ただし、破壊可能な SCP オブジェクトの取り扱いに関する規定の改定に伴い、2008年1月15日に SCP-256 の破壊が実施されることが仮決定されています。あなたの用心深い幹部、エドワード・バーグストロム。あなたは3分間、本端末へのアクセスを行っていません。サポートが必要ですか？いいえ。黒い月が遠吠えしているか？いいえ、素早い褐色の狐は、怠惰な犬を飛び越える。パスワードが確認されました。日付。2008年1月14日、月曜日。カウントダウンに関して。システム管理者76の4498の終了までの残り時間、23時間16分26秒。基地指令76の1389の現在地について、オーバーライドシステム管理者76の4498。基地指令76の1389は現在、地震のオフィスに存在します。セキュリティ警報 136C を発令、オーバーライドシステム管理者76の4498。セキュリティ警報が発令されました。警備部隊が派遣されています。汎用回線警報。警告、システム管理者76の4498により、セキュリティを混乱させることを目的に、偽装された警報が発令された可能性があります。システム管理者76の4498を目撃した職員は、直ちに報告を行ってください。あなたは3分間、本端末へのアクセスを行っていません。サポートが必要ですか？あなたは10分間、本端末へのアクセスを行っていません。サポートが必要ですか？あなたは1時間、本端末へのアクセスを行っていません。サポートが必要ですか？あなたは2時間、本端末へのアクセスを行っていません。サポートが必要ですか？汎用回線警報。警告、システム管理者76の4498は、発見次第直ちに終了されます。システム管理者76の4498は武装しており、大変危険であるため注意してください。あなたは3時間、本端末へのアクセスを行っていません。サポートが必要ですか？汎用回線警告。警告、サイト76の封鎖が開始されました。現在、すべての SCP オブジェクトの収容室が封鎖されています。汎用回線警告。セキュリティクリアランス1及び2を持つ全職員は、指定された対収容違反用防衛地点へと急行し、武装してください。その後、セキュリティクリアランス3以上を持つ職員の指示に従ってください。汎用回線警告。人事部門のオフィスにおいて爆発が検知されました。現在、警備部隊が派遣されています。あなたは4時間、本端末へのアクセスを行っていません。サポートが必要ですか？システムオーバーライド、収容プロトコル289が一時中断されました。基地指令1の1。あなたは5時間、本端末へのアクセスを行っていません。サポートが必要ですか？汎用回線警告。基地指令76の1389は、基地指令1の1によりその任を解かれました。現在、アクセスコードは無効となっています。
汎用改善警告。サイト76の封鎖が解除されました。現状復帰及び SCP オブジェクトの収容作業を再開してください。汎用改善警告。職員は、大収容違反用防衛地点において武装の返却を行い、通常の業務に戻ってください。汎用改善警告。システム管理者76-4498は、収容対象から除外されました。あなたは6時間、本端末へのアクセスを行っていません。サポートが必要ですか？システムオーバーライド、収容プロトコル289が撤回されました。承認。あなたは7時間、本端末へのアクセスを行っていません。サポートが必要ですか？ログオフ。黒い月が遠吠えしているか？ログオフ、オーバーライド基地指令1-1。おやすみなさい。理事。報告書の紹介は以上だ。周囲に存在する人物に、自身の内部にエリザベス・ウォーターズという名の女性の精神が閉じ込められていると信じ込ませ、その女性の存在を保護、隠蔽するよう仕向ける性質を有する、タイプライターに類似した実態、ということでいいのかしら？ああ、それで大体合ってるぜ。行っていること自体はそこまで大事ではないが、影響を受けた人物がその事実を隠蔽してしまうため、その影響範囲や程度が定かではなく、現状、財団は後手に回ることになっているようだな。収容施設の責任者クラスまで影響を受け、その事実の隠蔽に加担してしまっているようだし、研究が進まないのも、当然といえば当然よね。ああ、報告書内の出来事は、収容施設の責任者を上回る権限を持つ、何者かの働きにより事なきを得たようだが、そうでなければ、今も隠蔽が継続され続けていたかもしれないな。某理事さんのお手柄ということね。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは、ご視聴、ありがとうございました。